アリゾナ雇用テズはアメリカ合衆国アリゾナ州フェニックスを本拠としているナショナルホッケーリーグ所属のプロアイスホッケーチームである。このチームはワのウィニペグジェッツとしてチーム発足し1979年に NHL へ加盟した。その後1996年に南部へ移転しフェニックス雇用テズと改名した。1972年にワは マニートバ州ウィニペグにフランチャイズの設立権を与えた。当時 NHL は多くのホッケーフランチャイズを活望する都市の要望に応えてジョージア州アトランタ、カリフォルニア州、オークランド及びロサンゼルスなどを加え16チームに拡大したばかりであった。他方、和は、オタワ、ケベックシティ、ウィニペグ、エドモントンや、その後カルガリー、トロントの 各都市にプロホッケーチームをもたらしたのである。ジェッツはザ・ゴールデン・ジェッツの通り名を持つボビー・ハルの加入により、最初の交流期を迎え、はチャンピオンの証、アブコカップを3度獲得した。大抵の和有力チームは1979年までに解散の浮き目にあうが、ジェッツは強さを維持し続け、NHL へと吸収される。ただし、 チームの得点源の6人のうち3人までを失い、NHL21 チームのうちドラフト指名順位は18順目とされた。NHL 加入直後のジェッツは2シーズン連続で21チーム中最下位に終わる。特に1980から1981、シーズンは80試合でわずか9勝しか上げられなかった。1八十一年、ゼネラルマネージャーのジョン・ファーガソンは大規模な、 チーム改造に着手、後に、電動入りする、デール・ハラ・チャックを全体ドラフト1位で指名したほか、トレードで、ポール・マクレーンなどを獲得し戦力の入れ替えを、行った。ファーガソンはさらにシーズン中にカナディアンズの後輩で、前キャプテンのサージ・サバードを入団させ、若い選手の多いチームの生きた手本にした。その結果、1981から1982シーズンにおいて、 ハワチャックは103ポイントを上げ新人王を獲得、最優秀ヘッドコーチとなったトム・ワットの交際杯も手伝ってチームは10位にまで急浮上する。1984から1985シーズンはハワチャックとマクレーンが100ポイント以上を上げ、ゴールキーパーのブライアン・ヘイワードの台頭もあり、リーグ4位にまで浮上した。NHL がアメリカ合衆国へと膨張を続ける中、 チームを維持するための経費や選手の年俸が急増し、ジェッツは最有力選手の保有にも事欠くこととなる。チーム救済のため様々な手立てが考えられたので、あるが結局ウィニペグ市外からの資本に屈せざるを得ないこととなった。1996年ウィニペグジェッツはアリゾナ州へと転出し、ここにフェニックス雇用手図が誕生したのである。 ボビー・ハルが付けた9番とトーマス・スティーンが付けた25番を永久欠番としている。両、背番号はフランチャイズのグランデール・アディーナに掲げられている。もっとも9番はボビーの息子、ブレット・ハルがチームに在籍する期間中に限って着用した。2004年にはウィニペグ在住の作家スティーブ・ブランディンはその著作ウシーズ・ゴーンの中で ジェッツを失ったマニトバ州のホッケーファンたちの精神的ダメージを描いている。2005年8月8日、チームはチームオーナーの一人でもあるウェイン・グレツキーがヘッドコーチに就任した。10月8日、グレツキーとボビー・ハルがリング・オブ・オーナーの最初のメンバーに選ばれた。15日、ブレッド・ハルが引退を発表した。2005から2006シーズン、シーズンを通して苦戦し、チームは カンファレンス12位に終わり、プレーオフ進出を逃した。さらに悪いことには、2006から2007シーズンは、フェニックス移転以降最悪の成績に終わった。しかし、2006から07シーズンの不振により全体3位の指名権を得た雇用手図は、カエル・トゥリスを指名した。トゥリスは2008年4月3日に NHL デビューを果たした。2007から2008年は、 ドラフトで指名したピーター・ミューラーやマーティン・ハンザルを中心としてチーム作りを行った。一方でカーティス・ジョセフを不安だと見たチームはアレックス・オールドやデイビッド・アビッシャーを獲得。前年とは一味違った形で開幕を迎えた。2009年9月24日、クレツキーはヘッドコーチを辞任した。2014年1月29日。 チームは2014から2015シーズンにより名称をアリゾナ雇用手図に変更すると発表した。2021から2022シーズンからはシアトルクラーケンの参入に伴い雇用手図はセントラルディビジョンに移る。ありがとうございます。